ダイナミックコントラスト比とは、画面が暗い時には、バックライトの輝度を暗くし、明るい時には、バックライトの輝度を明るくして測定された、コントラスト比のことである。バックライトを使う液晶ならではの数値である。通常のコントラスト比とは区別する必要がある。ダイナミックコントラスト比とは、全画面黒表示の状態と、全画面白表示の状態が何倍の輝度差で、 表示できるかという数値である。これを向上させるためには、全画面黒の時をいかに黒くするかにかかっているため、極論を言えば、全画面黒表示時には、バックライトを完全消灯すれば、ダイナミックコントラスト比無限大は達成される。しかし、真っ黒の画面に立った一つの星でも表示させようと、すると、バックライトの光を必要と、 するためダイナミックコントラスト比無限大というのはカタログスペックだけの話で現実には意味をなさない。画面全体ではなくバックライトを部分制御してコントラスト比を向上させる方法である。真っ黒を表示する場合に部分的にバックライトを消灯できるため同一画面上で表示できるコントラスト比を上げることができる。部分制御を細かくするほどコントラスト比は上がるが コストもかかってくる。究極は画素一つ一つが消灯できる画素発光であり、それを実現しているのがプラズマテレビである。ありがとうございます。